マルチン・バシレフスキは、ポーランド・クラクフ出身の元サッカー選手、元ポーランド代表である。現役時代のポジションは DF。弟のパベウも同じくサッカー選手である。ポーランド母国では、フットニック・クラクフ、シロンスク・ブロズワフ、ビスワ・プーツクでプレーし、2005年にアミカ・ウロンキへ移籍したが、同クラブは2006年5月に、レフ・ポズナンと統合され、そのまま、 レフボズナンでプレーした。アンデルレヒト2007年1月16日にベルギー一部の RSC アンデルレヒトと契約し1月28日のケイベールスホット AC 戦で初出場を飾ると81分にムバラクブスファーのフリーキックから頭で初得点を記録した。2008から09シーズンには右サイドバックでありながらチーム3位の8得点を挙げている。 2009年8月30日のスタンダールリエージュ戦で24分にアイテム F アクセルビツェルの悪質なタックルを受け、解放骨折により8ヶ月の離脱を余儀なくされた。なお、ビツェルは一発退場処分を受け、試合後には8試合の出場停止処分が言い渡されている。頸骨と飛骨の手術を受けて長いリハビリの末、2010年5月8日の シントトロイ VV との2009から10シーズン最終戦で82分からヤン・ポラークと交代出場で戦線復帰し12月5日の SV ズルテワレヘム戦で初先発入りして先制点を挙げた復帰後の活躍は2013年夏までの契約延長という形で報いられクラブは彼を残酷な仕打ちから解放されたクラブの英雄であると評した 2012年10月24日に UEFA チャンピオンズリーグ2011から12グループリーグの FC ゼニとサンクトペテルブルク戦で因縁のビツェルと再会することが決定するとバシレフスキは試合前にビツェルとの握手を拒否することを発表しアンデルレヒトのジョン・ファンデン・ブロム監督をはじめとした首脳陣は処罰を下さないことでこの決断を受け入れたしかし 最終的に自身の問題で試合全体の雰囲気を壊したくないとの思いから握手をした。なお、試合はゼニートが1から0で勝利している。上記のように負傷に苦しんだ一方、2012年3月18日のシントトロイデン戦でコーナーキックの際にペーター・ドゥロルジュの顔面に肘打ちする騒動を起こす。ドゥロルジュは意識不明で病院送りとなり、 バシレフスキは4試合の出場停止を含めて6試合の欠場となった。レスターシティ2013年9月14日にイングランド2部のレスターシティ FC との契約を目指して入団テストを受けることが判明し、9月17日に同クラブと1年契約を締結することに成功した。初出場を飾った9月24日のダービーカウンティ FC とのフットボールリーグカップ第3回戦では、 フル出場して勝利に貢献。11月30日のミルウォール FC 戦では前に所属したアンデルレヒトのファン60人が応援のためにレスターのキングパワースタジアムに詰めかけてくるとバッシレフスキはロイドダイヤーの先制点の起点等で勝利に貢献してファンの期待に応えた。2014から15シーズンはプレミアリーグ24試合に出場。 スリーバックの一角として、クラブの奇跡的な残留に貢献した。2015から16シーズンは、ウェズ・モーガンや、ロベルト・フュートに次ぐ、CB3 番手の位置づけとなり、リーグ戦では4試合出場に止まったものの、クラブ創設133年目で、初タイトルとなる、プレミアリーグ優勝を経験した。2016から17シーズン限りで、レスターを退団した。 ビスワ・クラクフフリー移籍で、ポーランドリーグのビスワ・クラクフに加入。ポーランド代表としては、2002年11月20日に、コッペンハーゲンでのデンマークとの親善試合で、初出場を飾る。2006FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選では1試合も起用されず、当然のことながら 2006FIFA ワールドカップの一員にも選出されなかったが、クラブでの活躍が認められ、 同大会終了後に就任した、レオベーンハッカー新監督のもとで定位置を確保し、UEFA ユーロ2008予選で11試合、UEFA ユーロ2008で3試合に起用された。しかし、2009年8月に、クラブでの大怪我により代表のみならず、サッカーから遠ざかる事態となり、2011年9月のメキシコとの親善試合まで約2年の月日を要した。 以後に、試合のあった UEFA ユーロ2012予選5試合中4試合に出場して、レギュラーに返り咲き UEFA ユーロ2012のメンバー入りを果たしている。ありがとうございます。